小田原営業所伊豆箱根バス、小田原営業所は、神奈川県小田原市にある伊豆箱根バスの営業所である。小田原駅から、箱根方面への観光路線と、小田原市、足柄下郡湯河原町、真鶴町内の地域路線を担当している。箱根方面の路線については、かつては、箱根山戦争と呼ばれたように、小田急グループの箱根登山鉄道バスと多くの区間で、 競合しており、同じ場所でありながら、バス停留所名称が異なることもあった。しかし、2003年12月に西部グループと小田急グループが箱根地区において業務提携することが発表されて、以降は、両グループが協調して様々な施策に取り組んでいる。まず、バス停留所名称が箱根登山バスとの間で統一された。そして、 2010年6月15日より、小田急グループ各社や、箱根町と連携して、系統記号を導入するとともに、共通の様式で、路線図を作成して、バス停留所での掲出を開始した。2019年4月1日には、小田急グループ各社と共同で、バス停留所のナンバリングを実施した。ただし、両グループが発売する、フリー乗車券の統合は見送られており、 2020年6月現在も小田急電鉄などが発売する箱根フリーパスは使用できない。小田原市内路線については業務提携以前からエリアの住み分けが行われており小田原駅近辺を除いて重複している区間はほとんどない。また湯河原駅よく湯河原間の路線では共同運行が行われている。 国道1号太平台付近小田原市区の付近、小田原市区の付近小田原駅、西口行きの方向幕、内は2010年6月15日から、箱根地区の路線バスに導入された、系統記号。内は、その他の路線に導入されている、系統番号。小田原駅で突起がないものは、小田原駅東口を指す。小田原駅、西口行きの方向幕のローマ字表記は、 小田原ウエスト STN となっている。すべての一般路線で、パスモが使用できる。また、下記の内箱根地区発着路線と湯河原駅、マナズル駅発着路線では、伊豆箱根バスが発売する、箱根旅助けと箱根バスフリーが使用できるが、前述の通り、小田急電鉄などが発売する、箱根フリーパスは使用できない。 箱根地区発着路線小田原駅発着路線台、小山駅発着路線大磯駅、発着路線湯河原駅、真鶴駅発着路線、西部グループのバス事業者の例に漏れず、UD トラックス車がほとんどであったが、1980年代までは、日野、三菱車も導入されていた。2005年以降は再び、日野車や伊津車も導入されている。市内路線向けには、 中型車、観光路線向けには、大型車が主であったが、近年では、中型車の導入が目立つ。小田原市役所、小田原市立病院を経由する、バス路線は、東営業所の担当路線のみのため、近年は、ノンステップバスの導入を進めている。新車で導入した車両の中には、定期観光バスとの兼用として、ハイデッカー車が導入されたことがあるが、運用上は、 大型車の運用という以外にはあまり考慮されず、市内路線にばかり運用されることもあった。このほか、西武バスからの譲り受け車も、一時期は多く見られた。また、一時期は市内路線用の車両も導入されたが、運用上の制約から早い時期に売却されている。ありがとうございます。